来月二十一日に開幕するカシオワールドオープンの出場権をかけてツアー出場権を持たないプロゴルファーを対象にした選考会が行われました。この選考会はより多くの選手に門戸を広げカシオワールドオープンへの出場機会を増やそうと去年に続いて行われました。 ツアー出場ツアー出場権を持たない。選手が対象で、今日はレギュラーツアー7勝の武藤敏則選手や男子ツアー女子ツアー出場に向けて挑戦している。寺西光選手ら3。5人が出場。時折風が吹く中、出場者たちは1台1台集中してプレーしていました。 選考会の結果、セブンアンダーでトップとなった古川龍之介選手ら4人がカシオワールドオープンへの出場権を獲得しました。また、同時に中四国予選会も行われ、ナインアンダーで優勝した片岡大輔選手と高知県プロ界最上位の大野優馬選手も出場権を獲得しました。カシオワールドオープンは来月21日から高知クロ黒潮カントリークラブで開催します。